ウェールズなんだよ。ウェールズはサッカーのチームもラグビーのチームも基本レッドドラゴンズだろ、赤い竜なんだよ。ウェールズはこの赤い竜がものすごくいいもんなんだよ。でこれなぜかというと、まあ、この絵にあるんですけど、ここで赤い竜と白い竜が戦っとるんですよ。でこれはね、あのウェールズでいくつか理由があるんだけど、一つは、まあ、イギリス昔古代ローマはあそこのブリテン島まで攻めてきていたわけだよ。でその古代ローマが滅んでローマ軍がいなくなった後、まあ、そこにいるケルト人のブルトン人ね、ブルトン人たちは竜を軍旗にしてたという伝説が一つある。でもう一つはこの絵に描かれた伝説で、これ12世紀にあのブリタニア列王氏っていうブリテンの王様代々の歴史っていう、これあのいわゆる義史書、偽の適当な歴史が書いてある本なんだけど、その中にこの逸話があるんですよ。赤竜伝説、赤い竜の伝説、これはあの15世紀に書かれた写本なんだけど、これどういう話かっていうと、この当時 の, そのブリテンの大君主だったボーティガンの代にサクソン人の傭兵が反乱を起こすんだよ。でサクソン人が国を取ろうとしてくるわけだよ。あのイギリスってさ、もともとそのケルト系のブリテン人がいたところにアングロサクソンがこう来たわけだよ。それでサクソン人に取られようとしてるっていう、そういう時代にムマの息子のマーリンっていうやつがいて、これが多分あの魔術師マーリンの原型なんだけど、そいつが池の底の石の中から赤い竜と白い竜を呼び出すんだよ。そうすると赤い竜と白い竜が戦い始めて、赤い竜は最初は苦戦するんだけど最後に白い竜を倒すんだよ。でこの白い竜っていうのはサクソン人であると。でこの赤い竜はね、あのそのサクソン人を倒す英雄がね、我らブルトン人の間から現れるという予言であるって言って、そのマーリンが予言するので、じゃあその予言の通りに現れた英雄がアーサー王なんだよ。